ようこそ就職活動が楽になるシリーズへ。第1のルールは、就職の成功を狙うんじゃなくて人生の成功を狙うこと。ようこそクリスの部屋の就職シリーズへ。いや本当に見てくれてありがとう。でこのビデオのシリーズでは、就職が楽になるコツ、本当に自分が大好きで得意でやりたいことをキャリアにして、でそしてそれで成功していくために、本当にね役に立つ、僕がもう20代の時に知っておきたかったようなことをシリーズでお伝えできればと思います。 All right、 じゃあね、今日はですね、このビデオは第1のルールね、最初のステップっていうか最初のルールなんですよ。それはですね、就職の成功を狙うな、人生の成功を狙えっていうことについてお話しできればと思います。 All right、 でね、実はね、今みんな就職活動ってめっちゃくちゃハードルが高い、もう人生の中で一番ハードルが高い、ストレスのレベルが高い時かもしれないんだよ。でまず安心してもらいたいのが、狙ってる仕事、ね、就職で狙ってるところに入らなくても実は全然大丈夫なんですよということを最初に知っていただきたいんですね。まあ本当にね、就職ってもう本当に親のプレッシャーがめっちゃ感じるよね。もうこういう仕事がいいとか、本当に自分がやりたいんだけどお父さんがこういうのがいいんだよとか、お母さんがこっちの方が絶対安全よとか言うからね、そういう親を裏切らない、親をハッピーにさせるっていうプレッシャーもあって、もう本当にやりたくないところに行かないといけないかもってすっげえプレッシャーが高いんだよね。で周りの人たちもバン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 なんか夢のところに入ってるみたいで、自分だけなんか入れないとかね、本当に自分の先生からのプレッシャーも入ってくると思うんだよね。お前さ、ちゃんとやってんのかとか、いや俺はダメなんじゃないかって、私はダメなんじゃないか、私がダメなんじゃないって、俺がダメなんだって本当に信じ始めちゃう、勘違いになりやすい時期なんですよ。でもう社会からもめっちゃくちゃプレッシャー高いと思うんだよね。本当に電車乗ったらね、電車のところにね広告流れてるじゃん、就職フェアとか、ね、大手企業を目指しましょうとかね、でそういうビデオとかも流れてるしね、看板とかもいっぱいあるし、もう見てるだけでもう本当に嫌になっちゃう、怖い、辛いっていう人も絶対いると思うんだよな。でな、正直な話、そういうの一切心配しなくていいんだよ。なぜかというと、狙った仕事につけてその会社に入れても5年以上その仕事を続けるっていう確率が 20% 以下なのね。ね、どういうことかというと、ね、リンクインの、ね、この EdSearch っていうデータによると、5億人のデータで20年間、過去の20年間見ると、人は大人は仕事を15回変えるんですよ、平均が。でミレニアル世代ね、本当に1981年から2000年、まあ、2000年以降に社会人になるっていう、まあ、結構ミレニアルっていう世代があるんだけど、この世代は大学を出た後のこの10年間の間、平均仕事を4回変えているんですよ。ごめん、ちょっと日本のデータなんだけど、若者にとって望ましい初期キャリアとは、若者にとってって言わなくていいよね、文字で出せるもんね。これは中央大学院のビジネススクールの佐藤教授が出したレポートなんだけど、すごいのよ、約20年間日本もこの入社後3年3割っていうのが続いていて、まあ新入社員が会社に入社するその3年以内に30% はその会社を辞めるっていう状態が20年間も続いてるんだよね。でもちろんね、その狙ったさ、就職で狙った仕事で一回ね、初めて行ったところでずっと永遠にそこで仕事できて、そこが夢の仕事だったら最高だよな。でも現実はそうじゃないんだよね。であなたが狙ったところに入って、でそこに人生ずっとこの40年45年つくっていう確率が、まあ、本当にデータが低すぎて説明できないぐらいの確率なんだよね。でここがキャッチなんだよ、ね、じゃあそのあなたを雇ってくれる会社側は何を望んでるかっていうことなんだよ ね。その会社は何を望んでるかっていうと、
完璧にこの仕事ね、その会社がの中である仕事に超向いてる人、超完璧な人がその仕事に入ってきて、その人が永遠にその仕事に残ってくれるっていうことを、もちろん会社で狙ってるところもあるんだよね。ね、でもそれが現実的にリアルかっていうと、リアルではないんだよ。だから会社もね、実は多めの人数を入れてるわけよ、新入社員とか。これよく見ると分かるよね、社会を見ると分かる。だから会社ももちろん ね永遠にビジネスが続いて、ね、永遠にその仕事をキャリアがあなたのために用意して、もう一生懸命一生やっていきましょうみたいな、このなんていうのかな、昔の昭和時代の大手企業のやり方みたいな、ね、そういうのがもちろんあったら嬉しいんだけど、事実今の社会ではそれは現実的ではないんですよ。で会社側もね、この人が辞めるっていう確率が高いっていうことを知ってるわけよ、ね、これをリアルに考えてもらいたいんですよ、ね、で逆に会社としてあなたがその仕事に入りましたと、就職した入ったと、でその仕事大嫌いで、ね、やりたくない、でも辞めちゃダメって思ってる、会社も実はあなたに辞めてもらいたいんですよ。会社、あなたが辞めると他の人が入ってくる、もっと向いてる人を入れることができるわけよ。マーケットにはその仕事を向いてる人がいるわけよ、世の中には、ね、あなたが嫌いかもしれないけど他の人はそこで得意で好きな人っていうのは世の中にはいるんだよ。で会社も得意で好きな人にやってもらった方が機嫌も良くなるし、ね、実際にコストとかパフォーマンスも良くなるわけよ。でそこでそのいや永遠にこの仕事を続けないといけないんだっていう考えは会社も困るし、相手もそのあなたも困るわけよ、ね、嫌いなことをずっと続けないといけないっていうことになるから、ね、だからポイントはね、現実的に、ね、本気でよく考えると、就職1回目の就職、初めての仕事でその会社をずっとキープするっていう、続けるっていう確率がリアルにもうすごい低いのね。で会社も知ってるし社会も知ってるんだよ。それをまずリアルに論理的に考えないといけないっていうことなんだよ。だから第一のルールのポイントは、この1回目の就職の成功、そこを目指すんじゃなくて、長期的に人生を成功するっていうところをゴールにしてもらいたいわけよ。わかる？就職、ちょっと秘密教えてあげようか。ね、就職決まった人、わーいって言ってる人、超不安、次不安に入るんだよ。どういう不安が入ると思う？就職がうまくいった人って。80% の人はこの仕事で本当にこのキャリアで大丈夫なのかな、他にもっといいところあったんじゃない、僕もっと上に行けたんじゃない、本当にこの仕事ずっと続けないといけないの、もしダメだったらどうなる、わかる？だからこの万歳っていうのは本当に2週間で終わってるわけよ、right？ もう中にはずっと続く人もいるけど、ほぼの人はこの就職が決まってもすごい不安になっちゃうんだよね。だから就職が決まらなくても不安になってる。ポイントは、就職ができる人っていうのも超かっこいいぜ、でもそこを狙うっていうの、そこじゃないんだよ。人生ができる人を狙うの、人生で成功できるような人になるっていうのを狙うの。だから考えないといけないわけよ。どういう人が人生成功してる、人生成功してるってどういうことやん、どういうこと。人生成功してるっていう人はね、自立しているんだよ、収入が入ってきてるんだよな。この辛い世の中でね、これ社会って、ああいうのがあって、僕たち家に帰ると電気つけてガスがあってボタンを押したら温まるけど、実はこの自然っていうのはサバイバルなんだよ、ね、この世界の中でサバイバルできる人かできない人かっていうことなんだよ。でこのサバイバルのために、他の人のために役に立つことができるのか、自分のサバイバルのために断る力を持っているのか、ね、
で、そして自分の人生を通してこの社会をもっと良くすることができたか、ね、この辛い地球で今辛い人がいっぱいいるんだけど、その人たちの人生をちょっとでも良くすることができたか、あなたが生まれてきて、あなたがこの地球から去る前に、あなたのおかげで地球はちょっと社会は良くなったか、そういう人間はどう考えているのか、ね、でこのシリーズでいろんなことを学ぶことができるようになります。例えば仕事っていうのは得意で大好きなことをキャリアにするんだよ。仕事っていうのは生き方なんだよ。だからあなたはどう生きるのかっていうことなんだよ。あなたについての真実は何なのか、あなたがの Your Truth、 あなたが譲らないものを見つけないといけないんだよ。私はこうやって生きていく、ね、この生き方はお金とかいっぱい入ってこないかもしれない、楽にならないかもしれない、でもこれが正しいんだとか、ね、そういうことを考えていかないといけない、ね、でこのシリーズで入ってくるんだけど、ね、その身だしなみっていうのも入ってきます。姿勢っていうのも入ってきます、ね、で自分が好きで得意なことを見つけていく時期っていうのも入ってきます、ね、でお世話になった人を大切にするっていうのも入ってきます。断る力を身につける、もう全部ねシリーズばらしちゃってるからね、あんまりここら辺にするんだけど、 All right、 ぜひこのシリーズを見て、ね、ポイント第一のルール、ね、就職の成功を狙うんじゃなくて人生の成功を狙うんだよ。人生ができる人になるんだよ。だから、ね、短期的にここに受からなくても大丈夫なんだよ。自分のレベルをアップしていくんだよ。そうすると数年後、ね、今はちょっと落ちたって見えるかもしれないんだけど、実はそういう時期が自分の人生で必要で、自分を見つける時期な。でそこで自分は何をやって生きていくのかっていうのを見つけて、それをやって突っ込んでいくと超超いいぜ、人生最高だぜ、マジいいよな。だから就職受からない、第一の就職、正直言ってあまり気にしなくてもいいな。でもこのシリーズを見ると間違いなくその初めての就活に、就職に受かるチャンスが、 It will greatly increase your chances. Alright you guys, I love you guys, and I will see you in the next video.